どうも、ひろしです。選挙が近づいてきましたね。7月21日ですね、参議院選挙の投票日ということでございましてね、皆様いろいろね、考えているとは思います。まあ誰に投票しようが、どこの党に投票するかっていうのは、それは個人の自由であってね、各自でいいと思った候補者の方に投票すればいいと思っているんでございますが、ズバリ幸福実現党ってどんな政党なの？イエーイこのネタやらざるを得ないかなっていうことでね、私のね知ってることをちょっと解説させていただこうかなと思います。幸福実現党っていうのがですね、立党したのが2009年ですね。まあ最初に立党した時に全国全選挙区に候補者を立てて、で見事に全員落っこちましたと。でそこからですね、まあ、10年が経ちまして、現在2019年国政で当選者は未だにゼロという政党でございます。地方選ではね、ちょこちょこ当選者が出てきているみたいなんですが、国政選挙についてはまだ成果が出てませんと。で今回の参議院選挙はですね、立候補しているのが全部で10人ですね。幸福実現党のね、この立候補している人っていうのは、まあどういう人たちなのかっていうと、まあ変わってなければなんですけれども、基本的に全員これは幸福の科学の職員さんです。だから立候補者ではあるんですけれども、その幸福の科学の職員の役職も同時に持っているということで、毎月給料をもらいながら政治活動をしているという方々でございます。この人たちって給料どれぐらいもらってるのっていう、まあ話ですね。まあちょっともしかしたら僕がいた頃と役職がちょっと上下している可能性があるんで、まあ今ちょっとどうなってるのかわからないところもあるんですけども、釈さん、松島さん、及川さん、七海さん、夏さん、この辺が教団の幹部の役職も同時に持っているので、5人に関しては、まあ、月給はおそらく80万は超えてますね。特にまあ、釈さんとか、及川さん、七海さんとか、この辺は確か専務クラスだったと思うので、まあ、100数十万は月々もらってるんじゃないかなと。給料が落ちなければですね、僕がいた当時はそれぐらいもらってましたっていう話ですね。あとの方々は、よくわかんないっす。釈さんと松島さんと七海さん、この辺が、元宗務本部ですね。一応面識はあるはあるんですけれども、ちょっとそこまで喋ったことがないので、人柄とかまで正直よくわからないです。ただ悪いはさ聞かないですね。評判は教団の中でも悪くないかなと。っていうかあれですね、翌二さんは出ないんですね。あんだけいろいろ豪語してた割に、自分出ないんかいなみたいな、腰抜けだなって感じですね。まあでもしょうがないですね、教団の職員だからね。まあ流行の犬ですからね。それはまあお金もらってやってることだからしょうがないですね。まあちょっとじゃあ、まあ切り口を変えてみて、まあ、幸福実現党のまあこの政策とか主張とかって、これはまあいかなるものかっていうことについて説明をしていくんですが、まあどちらかというと右寄りと言いますか、まあ保守系の思想というものをまあ打ち出してますね。まあ減税とか、あと国防をしっかりやりましょうとか、あとはまあ原発を推進するとかね、っていうことなんですが、よく幸福実現党の政策とかは結構悪くないんじゃないかみたいなことを言う人が結構いるんですけれども、もしかしたら知らないかもしれないなっていうことがあるんで、ちょっと紹介していくんですが、この2009年にですね、幸福実現党ができた時に、まあ劉邦が書いたですね、新日本国憲法試案っていうのがあって、まずね、前文のところにですね、私たち日本国民は神仏の心を心とするっていうあれがあるんですよね。神仏とは誰のこと、誰ですかね。この神仏というのは劉邦のことを示してるわけですよね。だから日本国民は劉邦と同じ心を持つようにと。ちょっとねリンク貼っとくんで詳細は見てください。その下の方に大統領制を推奨してるんですね。議員内閣制じゃなくて、国民が直接投票をして、国家の元首を選ぶと。大統領誰がやるのね、誰でしょうかね。幸福実現党が政権を仮に取ったとしたら、まあ、こういうことを実行するというわけですね。つまりは劉邦が自分が大統領になりたいと、まあ、日本国民全員の心をコントロールしたいと。これについてはね、公式でこれが出てるんで、まあ、疑いようもない事実かなと思うんですが、ここでねちょっとまた下にリンクを貼っておくんですが、この幸福実現党っていうのは、これ今原発を推進してるんですよね。どちらかというと1990年代のですね、幸福の科学が出してた政治的な発言みたいなのが、この前ツイッターで上がってきたんですけども、原発のね稼働に反対してるんですよね。原発がある地域には天罰が下るみたいなね、今と言ってることがもうまるっきり逆になってるわけですね。これね僕覚えてますよ。当時小学生だったんですけども、ヘルメス演説っていうなんか子供向けの冊子があって、論文みたいなの僕書いて載せたのを覚えてるんですけども、環境汚染がこのまま進むと神仏の怒りが下るであろうみたいなことをね書かされたのを覚えてるんですけども、でこれがなぜ一貫性がないのかっていう、これがね実は理由があるんですよね。
だからその1990年代っていうのはノストラダムスの大予言ってね、あの航空の科学からも映画出してますけれども、まあ、だからその終末思想みたいなのが流行ってて、ポールシフトって言ってなんか地軸のがなんかガクって傾いて、あの異常気象が起きてなんか地球が滅びちゃうんだみたいな、それを止めるためにはあの航空の科学に入信しなさいみたいな、まあ、そういうキャンペーンをやってたわけですね。で結局何も起きなかった。だからこのキャンペーンをやることにはあの意味がなくなったわけですね。だからもうコロッと立場を変えて原発推進っていうね、ことを言ってますけれども、結構だから劉邦がコロッと言うことをね変える、よくありますけど、あの過去世をコロッと変えるみたいな感じでね、昨日までと全く違うことを言い出すとかね、よくあるんで、まあ、そうなっちゃった場合には国の政策とかも一変してしまうということですね。劉邦の言うことを聞かなくなったら悪魔だって言われちゃうみたいなね、まあ、そういう感じで日本っていう国の行く末もこの幸福実現党が仮に政党を取ったとしたらめちゃくちゃものになってしまうっていうことは言えるかなと思います。僕はねあくまでねその投票するのはあの、まあ、各人の、まあ、自由だと思ってますので、皆様がいいと思ったところに、投票すればいいんではないかなと思っております。はい、ということでね、幸福実現党ってあのどんな政党なのっていうことについて、僕が知っていることをお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価ボタンお願いします。